その船も漕いだゆけ、お前のただ漕いだゆけ、お前が消えてよ、ものにお前のオールを任せるな。ちゃんとギター弾き目かな、ギター弾き語りって書いてあるんだけどさ、あのこの楽譜ね、今弾いたのと結構違うんですけど、全然違う感じなんですけど、例えば前編ね、あのパワーコードなんですよ、ここに書いてあるの。こっちかみたいな、パワーコードで前編弾き語るみたいな感じで、まあエレキギター用なんでしょうね。端っこの方見ると55な、あ、ヤマハミュージックって書いてあるね。でも55ギターに乗ってた楽譜なのかな、よく知らないですけど、あ、55ギターってなんかまだあるんですね。俺なくなったもんだと思ってたんだけど、あるんだよな。あれ見てさ、なんか例えばあれ月刊なのかな、知らないけど、期間なのかな、わかんないけど、こう迷子一曲ずつそっから持ってきて弾いたら、あのなんかいいから、そういうのもいいかなと思うんだけど、なんかこっぱずかしいっていうか、なんか照れくさいよね。あれ子供がさ、割と中学生高校生ぐらいのギターやるぞみたいなのが多分買う本だと思うんで、やっぱり見るとまあなんかこう俺の参加するあれでもねえからって感じはあるんだけどね。あのだからちょっとやらないですけど、だからそれでやったら面白いなとは思うんですけど、もうやらないんですけど、まあなんで、あの楽譜単位でなんかやってもらってきて買ってきてやるのはやってみようかなと思うんですけどね。あの今回だとエレキギターの楽譜だったりして、ちょっとその辺も違った感じになって面白いなと思いましたけど。